28日、都内で行われたドラマ「桃色探訪伝説の風俗」TRESENTS 剣道小林の一騎一エッチな夜に出演。ゲストとして風俗店勤務の一般女性を迎えトークショーを披露した。女性は北海道に一軒家を建てることが将来の夢であるという。ケンコバは北海道なら大丈夫だな、都内だったら絶対無理や諦めろって言ってたと返答。続けて東京で一軒家住んでる人は絶対に悪いことしてるから、普通は家建てれないからね。家持ってるとしっかりしてる人なのかなって思うけど、みんな悪人だからと持論を展開した。一方でまあ近々山里と川島は建てるでしょうねと朝の情報番組の MC が28日都内で行われたドラマ「桃色探訪伝説の風俗」TRESE